巻き上がる白煙、悲鳴を上げるタイヤ、大胆かつ繊細なアクセルワーク。その走りは車が横に走るという非日常の空間が生み出す幻想の美しさを持つ。モンスターマシンたちのストリートダンス D1 グランプリ。 D1 グランプリがついにこの冬プレイステーション2でゲームになる。2月17日に発売された PS2 用 D1 グランプリゲーム、簡単に遊び方を紹介しよう。今回は試しに今村陽一でチャレンジ。人間を選ぶと自動的にそいつのマシンが選択されるぞ。 D1 ゲームは基本的に全て追走マッチ、トーナメントでベスト16から勝ち進んでいくわけだ。それではウエチンとの対決をお見せしよう。本物と同じように1本ごとに前後入れ替えするぜ。さあ来ました、これが2本目。おお来た、くっついてきた。くっついてきた。バカだこいつは。バカだね。はい、本当にこんなやつらばっかりで。決まったね。勝負ありましたね。勝負が終わると判定。速度、角度、ドリフトの距離に応じて点数が決まる。で、勝ち負けが決まるってわけ。土屋ポイントが勝負を分けるぞ。シリーズは全7戦、ポイントシステムは実際と同じだ。収録サーキットはアーウィンデールやエビスといった D1 コースに加え、セキュアやリホクも入るマニア必見の充実ぶりだ。二人対戦もできるからマジで友達と追走ができる。車庫入れゲームも楽しい。なんじゃこれ。アリ地獄から脱出するこのゲームは絶妙のアクセルワークとカウンターが要求される。ドリフトの飛距離ってこういう意味だっけってなゲーム。いかに D1 マシンを遠くに飛ばせるか。車ボロボロで阿部ちゃん、いやエイベちゃんが泣いちゃいそうね。リプレイモードもリアル。これで自分の走りをチェックするのは重要よ。ドリフトを疑似体験できる世界初のレースゲーム D1 グランプリ。実際の D1 に参加することは夢でもこれならすぐに手に入る。ただいま絶好調発売中。